はい、今回は13騎兵防衛圏やっていきたいと思います。はい、今回は、この2人をやったので、やっぱり今現時点でカップル候補になっている人たちを2つやるっていうのはなんか流行りになっております。なので今回はこの尾形と宇佐美ちゃん、この2人でいきたいと思います。で、尾形はこれはなんだ、デスドロイドのクリア、これをアンロックできる、まあ、いい座り方だ。はい、というわけで尾形年次いきたいと思います。前回何やった、あ、駅のホームもう変わってるんだよね、そういえばね。で、今は制御、そうだ、あのずっとね、あの駅でループしてた内容がいよいよね、沖野のせいだということに気づいたんですよね。そっからですね。はい、じゃあいつもの挨拶今忘れてましたね。いきますよ。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで尾形いきます。さあ、尾形がね、一体どうなっていくのか楽しみではあるんですが、また駅のホームっぽいっすね。確かにあんたの言う通りなんだけどさ、よく考えた方が。どうしたの、またここかって感じですね。はい、じゃあいつもの怪獣に命令するプログラムのルーティンいきましょう。には鍵に見えるそうだが、冬坂がなんで悪党団のあの女に見えたんだ。世界を滅ぼすため怪獣に命令を出しているやつが15人いる。俺もその一人か。あれ、沖野がダメ。ふざけんな、これが俺の頭の中で作り出した妄想だと。ここにいる如月も冬坂も輪島たちも偽物だったのか。宇佐美ちゃん、どうしたのよ。私なんか気に障ること言った？ねえ、無視しないでくれる？あら、かわいい。大きいのはダメなんだ。おめえは本物の如月じゃねえ。俺が頭で作った幻だ。突然何を言い出すのよ。頭大丈夫？何か悪いものでも拾って食べた？もう俺に喋りかけんな。あー、かわいそう、かわいそう。輪島のとこにも行ける。てめえ大型、こんなところで奇遇だな。輪島にも話しかけられた。ここで決着つけるぞ、こら。どういうこった、しおらしいじゃねえか。さてはビビったな、腰抜け。今さら詫びても遅いぜ。ちょっと、あんたたちやめなさいよ。なんだおめえは、向こう行ってろ。おや、あれ、逆。あら、珍しい。女に助けられてやがる。どけ。いいか、もう二度と二学校は数だけのチンピラだとかほざくんじゃねえぞ。ここのフレーズは名台詞なんだよ、名台詞なんだよ。それは思い出した、この場所、あの日の記憶なんだ。大丈夫？キサラギと喧嘩別れしたあの日の場面の。え、そうなの？喧嘩なんかくだらないことだし、あんな連中気にすることないわよ。くそ、もう5時20分、3本目の電車も出た後だ。ここにも奴が現れる。うわ、来たー。何しまった？え、これは何？やり直しパート？しくじった。報告しろ。戻せよ、もう一度だろ。助かりたければ真面目にやれ。分かってるよ。怒られた。なんとループ、ループパターンもあるんですね、今度は。確かに、あん、言うと、早送りで、これも全部早送りするか。ねえ、数だけのチンピラだと。それはあれじゃないの、これ尾形くんの頭の中なんじゃなくてさ、やっぱりどこかの記憶の中にさ、その
ビーバップハイスクールの記憶が混ざり込んでるんじゃない？よし、ちょっとここら辺全部ね、はい、回収終了。そうなるとこっちには行っちゃいけないわけだな。誰かいる？あ、いた。冬坂。尾形くん。なに？いいね。誰を探しているの？起きのか。これも俺が作り出したのか。冬坂はよく知らねえもんな。だから保険の先行と混じって見えたのか。ああ、なるほど、そういう風に思ってんのか。沖野はどこへ行った？沖野？誰？あれ？珍しいね、イオリ。これが。ウサミちゃん。言ってた大将か。イオリの家こっちじゃないよね。ん？ジュロ。ちょっとね。比べ。もう話は終わったぞ、行くぞ。と一緒って珍しいね。話続いた。ああ、ちょっとね、いろいろあってさ。気になる。気になる。全然気になってない言い方。説明しづらい。そっか。そういうことなんだ。いや、絶対違うし。いいね、美和子みたいになってるね、藤坂が。何なの？尾形くんも一緒にお話ししない？お話はしない。尾形くんどうかしたの？今日はあいつなんか変なのよ。ちょっと立ち聞きしたくなっちゃうね。話は変わるけど、さすがに連日だと親が心配しない？そうだね、特にお父さんが。ああ、お父さんが。でもね、例のあれ何何？まだ何も言ってないけど。もううさみちゃん性格悪いよ。何何、ちょっと聞きたい。ところで美和子がさ。美和子が聞いた聞いた。まさかだよね。美和子が恋する乙女は違うな。お、美和子が。それはあんたが言う。美和子がどうした？話は変わるけど、さすがにレンジ。そうだ、特に音。ああ、まあいいや、ループした。おい、こら、ジュロー。いや、君か。おめえ確か電車通学じゃないよな。そうだったかな。でも電車ぐらい乗るさ、何もおかしくはない。いや、おかしいな、ジュロー。なんか妙だぜ。君はそうやって誰にでも絡むのか？あいつに対処されたんだ。ここに沖野が登場しなければ奴を追って抜け出せねえ。おめえ鍵を持ってねえか？何の鍵？怪獣に命令するための鍵だ。ストレートに聞くな。おかしいか。ずいぶん子供じみた遊びだ。おかしいよな、おめえが好きそうな話題なんだが。残念だけど、電車が来たので、これ以上君の話には付き合えないな。逃がすかよ。電車違うよ。おっと、重郎についていくパターン。おい、重郎、そんな堂々としてる性格じゃないだろ、お前は。ついてきたのか。どうして逃げるんだ、あ？この電車は違うだろ、尾形念次。しかも、こんな怖いやつを呼びつけなんかしそうにないな。怪獣にやられる。だろうな。知ってる。てめえは比べじゃねえ。やれやれ。お？記録の書き方がずさんだったな。泉十郎。本人に掘り起こされるとは。大人の。てめえ、誰だ？おー、消えた。消えた。待て待て、こら。お、え、なっちゃん？後ろにいるの南じゃねえか。しかも持ってんのは。なぜだかわかるぜ、そいつが鍵だ。なっちゃんなのね。これがどういうコードか知ってて探し出したのか。鍵が何か理解しないでむやみに知ろうとするな。ここからどこへ逃げても逃げ場はない。このすぐ後にあいつらがやってくる。こんな話したって誰も信じねえ。
と見つけたぜ。ミナミが持っているあれが鍵だ。なるほど、もう分かったね。その鍵は怪獣を操るプログラムだ。ミナミ夏野がその鍵の所持者だ。なるほど、この時代はナツちゃんだったのね。それを知って彼らが何をする気か、知ってて君は協力しているのか。彼らは誰も助けられはしない。信じるな。ミナミ夏野もひどい目に遭わせたくないだろう。てめえは信じられるってのか。誰だかもわからねえのに。俺は泉十郎、別の世界から来た比べ十郎だ。別の世界。お、別の世界って言ったね。お前たちを救いに来たんだ。そのために彼女の制御キーを守ってる。おやおや。いいだろう。俺が信じられなくても鍵を見たことは忘れろ。そうはいかねえ。その鍵が世界を滅ぼすんだろう。俺に任せるなら悪いようにはしない。だが南夏野の鍵が見つかれば彼女がタダで済むと思うか。確かに俺を拉致って脳みそいじる奴らだ。南も同じ目に遭うかもしれねえ。島の魅力をこのように壊されるか、命を奪われる。彼らは南夏野を生贄にするだろう。沖野君がよく考えろ。おや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 、ただこれは沖野君にバレてないの、このやりとりって。報告しろ。バレてないんだ。見つけたのか。いや、君が見ている駅を解析した。それは視覚化されたデータベースだ。君の記憶と混ざって関係ない登場人物もいるが、 D コードにアクセスした者がそこに現れているはずだ。見つけ出したらそいつをどうするんだ。決まっているだろ。 D の出現を阻止する。命令者を操作し D を制御するんだ。それが不可能なら制御キーを破壊する。安心しろ、君は解放するよ。そうか。言い忘れていたが、この操作を続けるのは君の脳に負担が大きい。早く見つけないと君も危険だぞ。いいか、ホームに現れる人物を注意深く調べろ。もう一度だ。うわあ、もう一回なの。 To be continued って出て。もう一回、あー出た、よかった。鍵の主ということで、なっちゃんが持っていることが分かりましたね。ただ尾形年次が解放されることはなさそうですね。こうなりました。そして十郎なんですな。で、十郎は守ってるってなってますな。いや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 、これは難しくなってまいりました。じゃあ一旦カット。はい、というわけで今度は隣、うさみちゃん。うさみ、うさみ、まあどっちでもいいわけですけれど、前回は大穴。そっか、じゃあ降りるっていう決断を下してるのか。関ヶ原と一緒に降りるのかな。じゃあ行きましょう。戻ってきた。てか美和子が一番かわいそうだな。学校のあたりで見失っちまって、今関ヶ原ってやつが探してる。誰？俺ら以外にも。あ、まだ知らないか。ここにいたんだ。それより帰れそうだよ。1985年に？本当？美和子を迎えに来たの。準備はいい？美和子。うん。美和子が一番何にも関係ないのにここに来ちゃった子。関ヶ原が信用できるかわからねえが、急ごうぜ。ちょっと待って。え、待つの？まだなんかあんの？考え事。四季島は明治期の動乱に政商として財を成した財閥。就職先人気企業ランキングに常に関連企業の名前が並ぶ。四季島重工はこれは聞いたな。造船所として始まり、後に航空機事業と合併、戦時には兵器製造を中心に発展した。戦後は家電からロケットまで製造する四季島関連企業の一翼で世界的な機械メーカーだ。そして尾形がその幹部と。森村も恵もあんなのと戦うつもりなの？未来の四季島の惑星を開拓する計画。開拓用の大型重機が
怪獣の正体、なぜ過去の地球に現れたのだろう。行こうか。行くぞ、美和子、ついてこい。離れないで、美和子。よし、じゃあ学校へ出発よ。美和子は騎兵にも乗らないのに大変な子だな、本当に。学校にクレーターが。今からここを降りるんだぜ。大丈夫か、美和子。まあ普通の反応だわな。行くぞ、美和子。お、調べる。これって言ってたロボット？おかしい、他のドロイドもここに倒れてたはず。そういえばそうだな。なんだ、倒してるわけじゃないのか。リョウコさん、やはり思い出せないか。記憶が曖昧なのを利用されているんだ。まだ記憶曖昧なのか。そいつを426を黙らせろ。お、操れん。先に降りる気か。東雲先輩がドロイドに命令を。ドロイドを配置したやつに操られてる。追いかけよう。ゲートを封じられるとまずい。意味わかる、美和子ちゃん。どうしたの。あの人銃とか持ってるよ。大丈夫な人なの。まあ普通の反応だわな。今は頼るほかないかな。おっと、どうだ。リョウコさんが先に行った。クレーンを確保してくれ。リョウコさんにロックさせるな。これは三浦くんなの。この穴どうやって降りるの。どのくらい深いの。300m だ。あの4本足はクレーンを装備している。クレーン、やっぱ重機なのね。大型クレーンをエレベーター代わりにして下まで降りるんだ。行くぞ。走るな、走るな。美和子ちゃんに合わせてくれ。おっと、先に降りてた。リョウコさん、待つんだ。なんだよこりゃ。あら、かわいい。あー、美和子ちゃんかわいそう。大丈夫、美和子。もうダメ。大丈夫、美和子。私高いとこダメだわ。鼻があんなに深いなんて死ぬかと思った。この子だけ普通の反応。見ろよ、死んでた怪獣と同じような機械が周りにびっしりだ。まるで怪獣の親玉の腹の中みてえだ。だな。映画のセットみてえだな。美和子ちゃん、うろうろしないで。美ちゃん、来た道真っ暗。もうあんなとこ通りたくないよ。大丈夫、すぐ帰れるよ。うさみき、大丈夫す。さあさあ、大本営。エイ君。お、思い出した。わかるのか。思い出した、思い出した。なぜここに。エイ君がどうして。少し記憶が戻ったな。うん、どう。薬は持っているか。持ってない。もう空っぽよ。あ、そうだ、空っぽでここに来ちゃったんだ、それ。ともかく、1985年へ移ろう。三浦、頼む。おー、やっぱり三浦くんだった。セクター4に薬がある。先輩は。ああ、驚かせたが今は大丈夫だ。彼女の病気って何なの。騎兵での戦闘中事件があった。俺たちに記憶障害が起きたのはそれからだ。そこにつけ込まれて利用されてる。涼子さんは俺より症状が深刻だ。1985年に移動できそうだ。準備する。少し待ってくれ。ただこれで
関ヶ原もおかしくなっちゃうわけだな。記憶がないまま森村先生の遺体がそばにあったと。この機械って森村も使ってるの？こうやって俺たちが操作できるのは彼女が機能を追加したからだ。そうなんだ。交換。またそっち行ける？おい、触っちゃダメだろう、怖いよ。なんだろうこれ。あ、ごめんなさい。どうした？応答願います。16番機。行方不明だった16番機兵か。無事なのか？やっとつながった。いたらいい。その場所と内容は？ピソロギって現在地は不明。あら、私も騎兵もウサミちゃん、どういう状態にあるのかわからない。消えた。16番機兵は例の事件で行方不明の機体だ。君は何をしたんだ？ちょっと触っただけよ。今のテレビの声、おめえの声に似てねえか？そうかな。うさみちゃん、三浦君、あんた相手のことはキサラギって言ったわよね。キサラギは何で私の名前なの？彼女は君だ。いや、とは違う。おや、わかったぞ。わかった。さらぎ富の生体 ID だ。 ID と認証接通信がつながった。もう一度やってみてくれ。近い近い。おう、えい、気軽に行動せろ。いるなら答えてくれ。私のいる場所のシステムに接続できた。それで分かったわ。何がだ？私は世界の外にいる。どういう意味だ？ここはどの時代でもない。いけない。おや、全てのセクターからアクセスが拒絶されてる。ユニバーサルコントロールだわ。私を排除しようとしている。このままじゃ。ああ、また消えた。何回も触れんの？すぐに閉じちゃうわ。ユニバーサルなんとかって何なの？ユニバーサルコントロールはゲートのあるここのことだ。この地下の中枢が世界を監視している。円盤。そうだな。でちょっと美和子が一人ぼっち。あら、こっちからもバレちゃった。止まれ、命令が効かない。おう、弾が切れた。おう、あ、次から次へと転移するぞ。集まれ、やってくれ。おう、間に合った。え、まさかあれかな、今の16番騎兵の中に要はうさみちゃんのなんだっけ、記憶だけを井田先生がなんかやったよね。じゃああれってことかな。戻れた戻れた。あ、美和子がいない。美和子どこ？おい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 、この神社知ってる。学校の近くだぜ。本当？美和子、帰れるよ。美和子？美和子がいない。確かあっちが欅町だ。戻れたんだな俺たち。美和子がいない。美和子が、美和子がいないわ。なんだと？ピカッと光る前にはおめえといたろう。美和子！ああ、美和子だけかわいそうに。やっぱいねえぜ。どこ隠れてない？きっと置いてきたんだわ。戻って。そうじゃないわ。おや、彼女が私たちと違うからよ。町の人たちは全員管理されてる。あの地下のコンピューターに。そうでしょ A 君？
この世界に影響が出ないように、真実を知られないように、ユニバーサルコントロールは密かに人々を管理しているんだ。なんと、いろいろ知った彼女を世界に不都合と判断したんだろう。ああ、美和子が消された。あれ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 、美和子がユニバーサルコントロール。なんと美和子が、美和子騎兵乗れないからな。はい、というわけで2人ともちょうど 75% に達しましたと。で、次回は 60% 台、重郎行きたいと思います。で、ちょっと重郎は2回連続で行こうか。で、ここ1回で開けば1回でいいんだけど、開かなかったとしてもちょっと2つ見て、あの比べ重郎エンディングを見ないとちょっと崩壊編ができないんで、そうしましょう。ちょっと次回はね、なるべく重郎エンドを2つ見て進みたいと思います。さあ、ここまで中盤になって急に美和子が大活躍したんだけど、そうか、美和子の活躍を円盤が不都合と判断しましたか。はい、というわけで今回はこの辺にしたいと思います。なんか救命編開くのあるかな、なんか開いてるのある。尾形年次が開いてる。あ、一応追加されてますね。もともと D コードの所有者だったが、今は南の手に渡っている。アミグッさんは、あ、薬の話が書いてあるのか。玉尾さん、未来から連れてこられた存在。あと BJ も開いてますね。あ、中身が三浦ってなってますね。で、426、あ、中身がない。未来の刑務所から逃げ出した犯罪者で、今現在は如月の姿をしたドロイドに自身のデータを移動させて逃亡。その後トイレで破壊されて、今玉尾ドロイドの体を奪って逃亡。相葉エリカになってるのかな。同時期博士はまあいいか。あとなんか見れるのあるかな。ダイモスコード、制御キー、南に移っている。あ、 UFO、 あ、ユニバーサルコントロールに変わりましたね。 UFO じゃなくなったね。あとは2100年代。あ、核爆弾によって放射能汚染で地上は死の世界になっている。ぬいぐるみ。よし、じゃああれだね、こないだやったからなっちゃんのやつも見てもいいか。あら、かわいい。小学生の頃の高宮と南の写真。高宮の髪の毛は男の子のように短い。南はこの頃宇宙博士のあだ名と呼ばれていた。どういうこと。南のノート。ああ、一気に開いてる。あとはほっぺの傷、小学2年生体育バッグ。なぜか見た目よりたくさん入る。どういうこと。あんまり面白くないな。学生服、あんまり面白くないな。一応開いてこう、いろいろ。物質、ちょっとなっちゃんの関係を開けていこうか。渡り廊下は、まあ、誰のものでもないか。あんまり面白くないな。正門、高校もどんどん開けていこうか。あんまり面白くなかった。なんだろうな。ちょっと救命兵もいっぱい開けてるんだけど、ヘッドギアなんてあったっけ。ドローンの頭脳はなっちゃんが持ち歩いてる。まるで人間の脳のような形になっている。あー、だからか。だから三浦くんが中に入ってるのもそういうことなのかな。黒服、陸上部員。この子たちかわいそうだよね、ちょっとね。黒服、警官、ゲート、キサラギドロイド。あとは何かある。博士はな、面白くないもんね。うん、
いろいろ開けたことは開けたけれども、それでもまだ 47% ってことはまだ見つかってないファイルがいっぱいあるのかな。よし、じゃあ今回はここら辺で終わりたいと思います。コメント高評価チャンネル登録をしていただけますとマグの脳負荷が軽減される恐れがあります。もうちょっとね、謎が解けるかもしれないね。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。よし、この間もね崩壊編はやってるんですよ、ストロング版でね。